名鉄だけ花線、橋間線、全面展望。名古屋本線との接続駅の笠松から9時25分発の普通新橋間駅で、東海道新幹線との接続駅の新橋間まで特急車両に合わせ新都色になった3100系で向かいましょう。乗車するのは3100系 3110F。日本車両で1997年平成9年に製造。この年は中日ドラゴンズの本拠地名古屋ドームが完成した年ですね。普通新橋場行き発車いたします。ドアを閉めます。ご注意ください。ご注意ください。
会津です。お出口は左側です。ご注意ください。
お待たせいたしました。新柏駅まもなく発車いたします。ドアを閉めます。ご注意ください。教えます。ご注意ください。Thank you.
教えます。ご注意ください。Thank you.
新幹線との接続駅、新羽島に到着。折り返しも3100系に乗車。竹花線、羽島線、4編成で運行してますが、他の3編成は、貫通扉のある3150系。全面展望を楽しむなら3100系、これですよね。まもなく発車いたします。ドアを閉めます。ご注意ください。Thank you.
この駅では反対電車と行き違いをいたします。9時57分の発車です。少々お待ちください。左側です。
注意ください。Thank you.
を教えます。ご注意ください。電車と岸がいいたします。10時12分の発車です。少々お待ちください。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。ドアを閉めます。お注意ください。Thank you.
東海道新幹線とも接続する新羽島は乗り鉄にも便利ですよ。